惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言う。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこのハマル先生くらい。遅刻男がなんだって。ち、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次の他影になるのは私って。ボルト、あんた遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだ。本気でかかってこい。一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃の面を切り替えることを意識しろよ。これラッピー考えろってばさ。せっかくゴリル全部できた方が断然かっこいいじゃん。はぁ、あ、お前やつ。メインは私がやる。かばって。こうき。使ってみるか。なんだ今の。呼んでよな。僕がよければいつでも。僕ならこの状況をどうにかできるよ。変わろうか。ミツキ、決めるわよ。まだバラバラな節は。もう一丁。こいつの力は。これでどうだ。あれが最近開発された例のリングか。やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね、やっぱり七だ。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんでまさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、ま、じゃあなんで顔を背けるのよ。あ、いやー、お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが今の強さなら今度。ん？はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら
近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ている。俺たちはこれより現場に向かい。クマ？俺が先行する。ついて。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期火影なんだから。だから火影になるの。俺は火影になんかなら。そうなの？僕はてっきり君の祖父も父親も里で一番偉い火影なんだし。一番偉いとかなんだ。一番地形とかにあるもんも見られ。出せんだよ。クソ親父。それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？木ノ葉丸の班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ。いや、だから、これはパンダに見える。いやいや、どっからどう見てもパンダだ。木ノ葉丸先生、あのクマパンダ。ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってました。これは科学任務班の試作品。この任務の中には術を封印した小さな巻物が収められている。極端な話、チャクラを持たない一般人でも。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へー。さて、とりあえず演習とクマ捕獲、これより7代目に報告。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは。はい。いいな、ボルト。へいへい、わかって。それじゃあ後で。なぜなら、失礼します。遅かったな。大体の報告は木ノ葉丸から聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ、簡単な任務。俺一人だってやれたんだ。忍びとして大切なのは
チームワークと修行なんてしねえでも俺ってば風トンにライトン最近は水トンだって。このハマル、お前いつもこいつに何教えてる？いや俺のこと知りもしねえで先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ。今日はひまわりの誕生日まで忘れたら。失礼します、七代目。片付けか。科学任務班班長としてこの度の中任試験に我々のこれを使えば下人に過酷な修行をさせることなく忍術。ダメだ、中任試験はパフォーマンスじゃねえ。忍びを。そうです、失礼しました。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。おい、ボルト。頭が硬すぎんだよ。ボルト。あんだよ。勝手に出ていくんだもん、あんた。別にいいだろ。任務の方。中任試験の告知聞いてないでしょ。中任試験。このハマル先生が僕らの。興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中任試験で見せつければいいじゃない。中任試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね。ね、チャンスじゃない。七代目だってボルトの活躍を。わかったよ。出りゃいいんだろ。出りゃよ。チッ。であんたどこ行ってんの。せっかく試験に出るって決めたんだからさ。今日は大事な用事があっから修行はまた今度だ。大事な用って。なぜなら、分かってんじゃん。ひまわり。
お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ローズ、うん。影分身。バルト。お父さんは里のみんなのため、決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。おかげは大変な務め、代々伝わる里にとって。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもおかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかった。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに済んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれ。俺はいいんだ。でもひまわりには、うん、いいや。まさか今さら帰ってきても遅いんだよ。くそーや。すいません、俺父ちゃんと勘違いして。ナルトの息子か。渦巻ボルト。ボルト、どうしたの？あ、もしかしてサスケくん？ナルトはいるか？まだほかげ室だと思うけど。そうか、邪魔したな。かっけえ。はあ、やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ、何かあったのか？いや、ていうかその質何があったんだ。お前が帰ってくる。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。この巻物は解読に回す。そういえばお前のガキには昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと、やっぱり俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに屋敷だったら帰りがけのタイミングを。よし、ボルト。ん？なあ。
さて。むむむ。ん？ボルト様に任せておけ。よし。うんうん。うん？おいおい。よし。よし、ここらで待ち伏せだってばさ。今だ！あ、あれ？うわ！すげえ！けどまだまだ！影分身？何の真似だ。あの、試すようなことして実は、おっちゃんが父ちゃんのそれで、俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したいやつ。
螺旋岩はできるのか？え？それもできないで、弟子はないな。簡単だってばさ！この言い合いは。ナルト、さっきの勝負。ほら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ、これ。まあ、俺もやる気が出てきたというか。とにかく、今は猛烈に螺旋岩を覚えてんだ。くぅ、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ、こっちに歩いてったのに、パーパーってばどこ行った。なんだ。あのさ、もしよかったら。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし。このハマル、この里には他にも。サラダはあなたに修行をつけてほしい。せっかく戻ってきてるんだもん。ついてこい。うん。いいか、修行といっても今の十分。始めるぞ。お願いします。豪華級の術、ナロー！
なところね。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ、今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。でも、今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう、パパ。もはやこの大地に用はない。錦式。はっ。行くぞ。狙いは？かぐやが取り損ねた畜生。狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー。なんてやつだ。この浜野先生、これで弟子入りできるってば。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。サスケのおっちゃんは里にいればいいけど。いなかったら森ん中かな。なんか目でしっかり見てく。どうだ。
随分と小さいな。それでは螺旋岩とはできていることに。最後まで話を聞かないやつだ。どうしました？なるほど。では私がいいものをあげましょう。それってこれを使えばそのかこれからはクールに、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き、努力や根性とい、若、あなたが新しい時代、化学任務を使って次世代、その師匠気取りの数、七代目にもね。さ、新しい和歌の実力を見せてきてください。おう、サスケのおっちゃんはまだ森にいるかな。とりあえず行ってみるってばさ。さて、よよ、ん、まあ、ん、ああ、さて、むむむ、ボルト様に任せておけ。あ、ありがとよ。ここがバーチャルリ、まずは簡単に、そう、お前だい、了解だ。
動開始。父ちゃんがいんのか。自然と力が入るな。よし、しっかりとデータが取れたぜ。さて、このバトルって母ちゃんがいるんだよな。呼んでよね。呼び出しには僕でわかるな。いつでも。相手だけに最後に気を抜かれんように死ねと。あれに勝つとはな。よし。ちゃんたちが相手か。どう攻めたもんか。
だ。いつでも。そこだ。やってやる。やっぱこのリングは最高だってばさ。あれに勝つとはな。やる。さて。あれに勝つとはな。やるじゃん。了解だ。思い切り。
れに勝つとはな。よし。なるほどな。了解だ。確かこいつは父ちゃんが昔戦ったことがある相手だ。やってやる。諦めなければ必ず勝てる。逃がしません。だっせえな。逃がしません。そこだ。僕が良ければいつも。やってやる。やっぱこのリングは最高だってばさ。あれに勝つ。さあて。
力が通用してる。よし。外れた。時々俺の、そういえば新しい